お見それしました。これだけ手を貸したのだ。しっかり返してもらわねばな。怪しいな。おい、わかった。よし、なんだここは。温泉が湧いてな。勢いで声を追っ立てちまった。どうだ、一つ入っていかないか。温泉。大地より熱湯が湧き出る場、いわば天然の風呂だな。なんだ風呂かよ、いいよ、めんどくせえ。大自然を眺めながら巨大な湯船にどっぷりと浸かる。旅の疲れなんて吹っ飛んちまうぜ。いいじゃん、入っていこうよ。待て待て待て、一緒に入るのか。はあ、そんなわけないじゃん。あんたたちはあとあと。いや、一番風呂は譲れぬな。めんどくさいのが出てきたわね。わかったわかった、じゃんけんで決めよう。イルル・ケリスケの人間として負けるわけにはいかんのだ。よし、行こうぜ、温泉ってやつに。ノリノリじゃん。テュオハリム、脱がないのか。ん？ああ、そうか、いつもは従者がいたのでね。すまないが、脱がしてくれないか。俺たちがかよ。なんで俺たちがこんなこと。足を上げてくれ、テュオハリム。ん、おお、なんつう下着だ。確かにいいな。ここまで来た甲斐があったというものだ。なんか余計に疲れたけどな。あ、テュオハリム、今のなんだ。こうして手を叩くと酒が出てきたものだったが。もうこいつ沈めちまわねえか。それにしてもちょっとぬるいな。湯加減か。ちょうど良い塩梅だが。むしろ暑いくらいだぜ。いや、やっぱり物足りない。シオンから炎の剣を借りてくる。おいおい、冗談だろ。シオン、頼みが。ハルフ、お前。なんだと。いい湯だった。ああ、また入ろうぜ。壁が壊された。あ、一息つけそうだね。おう！
今度は私たちの番だな。ええ、楽しみね。覗かないでよ。んなことするかよ。ゆっくりしてくるといい。一番の若者が何を言っている。本当いい気持ち。みんなでお風呂に入るなんて夢にも思わなかったわね。えシオンのお肌が綺麗でびっくりしちゃった。美容の秘訣を教えてもらわないとな。もうやめてよ。絶対スベスベだよ。触りたい。ああ危ないって。キサラはやっぱり筋肉質。何か言ったかリンウェル。ロー なんだよ。男児には乗り越えなければならない壁がある。おうその壁を越えた時男は男になる。そして私はその手助けができる。やるか？本当にやるつもりなのか？アルベ！これは男の儀式ってやつで。そんなわけないだろう。固い男だ。そういう問題じゃない。でもよ、俺はここで男にならねえと。ワコードの成長の機会を奪うというのかね。アルフェンってかっこいいけど鈍いよね。まあ痛みがなかったのだし。まったくお似合いだな。ほんとほんと。リンウェル、今のはスケベ大魔王がいたのかも。何それ。アルフェン、どうしたの。俺は違うんだ、信じてくれ。それにしてもいいお湯だったね。うん、またみんなで来よう。僕らもう一回入ってきていいですか。壊してはならない壁もあるが。うん。